ガーズリだったらルアーズリについて詳しい人を教えてもらって、その人とね聞いてったらいいと思います。でただその人もね仕事いっぱいあるんですね。店員さんの仕事でめちゃくちゃたくさんあるんですよ。こういう物の整理をしたりとか。だからずっと捕まえてずっと長話するのは基本ねタブーです。嫌な客にしかならないですね。それからやっぱりね聞く上で聞く情報でも大事なのが、やっぱその店員さんしか答えられないことを聞くべきだと思うんですね。で例えば調べれば分かること、ブロインっていうのは何グラムなんですかみたいな、そんなググれよカスみたいなのはイラッとされるだけなんで、いいお客さんにはね上がらないですよね、はい、それから VJ はいつ入荷するんですかみたいな、知らないよみたいなね話なんかもあんまりたくさん聞いちゃうと店員さんのね時間を奪っちゃう、ブラック客認定されちゃいますんで、まあ、そういうのも極力しないようにして、店員さんしか知らないことを、店員さんが知ってる知識を聞くって姿勢でどんどん話していったらいいと思います。気をつけなきゃいけないのは嘘つきなんないということですね。でどうしてもねなんかこの会話多いのはやっぱ大げさになってくる人が多いんですね。3匹釣れただけなのにボコボコでしたって言うと、それは店員さんは喜んでくれるんですけど、大げさだったり、まあ、それこそ嘘レベルになっちゃうと、店員さんって他にもねいっぱい情報が入ってくるんで、最初はんって思うのがずっと続くと、この人話半分で聞かないと認定されちゃうのもまた痛いので、やっぱりリアリティある話を伝えてった方が絶対いいですね。最後に大事なねお金もちゃんと使うってこと、聞くだけ聞いてありがとうございましたっていなくなっちゃうんじゃなくて、その時にねルアー1個でも買っていくとか、まあ、毎日来るような人はね買わなくてもいいかもしれないけど、ごひいきにしてあげるってことがすごい大事かなと思いますんで、こんな客やだこの客にはいい情報出さないってあります。あー出さない際どいし、例えばどこどこでめちゃくちゃ釣れてるってあるじゃない、はい、それを言わない。あまあ、ある程度釣り人なので、うん、自分がいい思いしたのを言いたい人と、うんうん、またそこを大事に自分だけで楽しみたい人といると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこれだけいろんなお客さんと話してると、うん、ファーストインプレッションでよく喋りそうな人と、うん、口が硬そうな人と、うんうん、まあぱっと見分かるので、うんうん、まあ、やっぱそのお客様に合わせたお話をやっぱするようにしてます、うん、まあ、もちろん僕の引き出しを出す時もあれば、うん、お客様から勉強になって、うん、ああすごいいい勉強になりましたっていう時もあるので、うん、そういう関係を徐々に築けたらなとは思います、うんうんうん。